ドラドラ野球 TV です。今回は正捕手候補獲得が急務ではないかと噂されるキャッチャーのドラフト候補特集です。ドラゴンズの盗塁阻止率低下が異常な数字を叩き出し、ドラフトで即戦力捕手の指名も噂される中、今年はどんなキャッチャー候補がいるのかが気になり、今回の動画を作りました。最後のまとめでは各球団の捕手事情を数字でまとめましたら、中日と阪神でかなりショッキングな数字が出てしまいましたので、最後までお楽しみに。またあなたの注目選手もコメントお待ちしておりますね。それでは行ってみよう、レッツラゴー。どやどや、まずは高校生の候補から見ていきましょう。最初に紹介するのは選抜高校野球優勝校である県大高崎高校の4番でキャプテン、箱山選手です。今年の高校生キャッチャーでは圧倒的なトップ評価を受けている選手で、強肩強打、身体能力に優れるアスリート型です。地方大会での通算 OPS は844と並ながら、これまで出場した甲子園での OPS は1161。 OPS とは出塁率と長打率を足した得点貢献力を表す打撃指標です。打撃に加え捕手能力もスカウトに高く評価されており、過去ドラフト1位指名を受けた大阪桐蔭松尾選手や市立和歌山の松川選手と比較されています。彼らの場合は甲子園での活躍はもちろん、地方大会での打撃成績もずば抜けており、捕手だけでなくスラッガーとしてもトップ評価を受け1位指名。厳しい見方をすると箱山選手はスラッガーとしてはそこまでの評価を受けているとは言い難く、1位指名は難しいかもしれません。展開のあやはもちろんありますが、絶対的評価ならば今のところ2位か3位指名の可能性が高いのではないでしょうか。続いては横浜高校のシーギ選手です。シーギの響きを聞いてもしかしてと思った中日ファンの方、正解です。中日にいたシーギ匠選手のご子息です。お父さんと同じキャッチャーを務めるシーギ選手は強肩強打で、今年の高校生でも屈指の存在。続く東邦高校の高柳選手は抑え投手もこなす強肩が売り、加えてチームの4番バッターも務めており、野球センスの塊のような逸材。こちらはお父さんが元ラグビー日本代表高柳健一さん、スポーツ選手の DNA を受け継いだ身長188センチの大型捕手に注目です。続いては広陵の多田石選手。彼も世代を代表するキャッチャーで元阪神ジュニア出身、捕手能力を高く評価され、バッティングも高レベル、進学が基本と言われる広陵高校ですが、プロを目指すならぜひ高卒でとドラフトファンなら願ってしまう高校日本代表です。どやどや。続いては大学生の候補たちです。まずは中部大の清水選手です。愛知出身で大垣日大卒の大学球界屈指の保守ドラフト候補。この春のリーグ戦でも侍ジャパンのドラ1候補、愛工大の中村投手からホームランを打ち、昨年はホークスにドラフト2位指名された名城の岩井投手からもホームランを放っています。先日発表された大学ジャパンからは漏れましたが、昨年のジャパンには選出されており、その合宿では今年のドラフトの目玉金丸投手からツーベースも放ちました。下の表は過去の大卒キャッチャーの大学時代の成績と比較したものです。昨年ファイターズ2位の新藤選手は守備打撃ともに歴代大卒捕手でもかなり高い評価でしたので、さすがに清水選手はそれより低い評価にはなるでしょう。22年ホークス6位の吉田選手は捕手というよりスラッガーとして評価されていたので、同じくスラッガー評価が高いながら強肩で捕手としても一定の評価を受ける清水選手は4位か5位あたりでは指名があるのではないでしょうか。守備はまだ伸びしろがありますが、強打のキャッチャーを求める球団にはぴったりの選手ですね。続いては早稲田大の印出選手。彼はドラゴンズの若きエース高橋宏斗投手と高校時代バッテリーを組んでいた元相棒。大学入学後も2年春から早々正捕手の座をつかみ、この春のリーグ戦でも絶好調で OPS1300 と打ちまくっています。キャッチャーとしての肩は平均的なので、そのあたりをプロがどう評価するか見守りたいです。写真の通り高橋投手と双子かと見まがうほどのそっくりバッテリー。高校野球ファンは密かにプロでもこのコンビを見たいと願っています。続いては印出選手とともに先日の日本代表候補にも選出された神里選手、 DeNA の神里選手の弟さんです。彼の場合は打撃というより強肩を含めた保守能力を高く評価されており、プロスカウトからも注目を受けています。福岡工業大の本田選手も日本代表に選ばれた逸材。強肩強打が売りで、今年の春リーグでは OPS1500 超え、ホームランも10試合で5本と大暴れ。福岡出身で
阪神梅野選手は高校の偉大な先輩です。他にも大学日本代表の九州共立大笹原選手、富士大の坂本選手などがドラフト注目選手ですね。どやどや。最後は社会人と独立リーグです。まずは社会人から日本生命の石井選手です。2年前、近大工学部に所属していた時もドラフト候補となっていた強肩捕手ですが、プロ志望でしたが残念ながら指名漏れとなりました。社会人では名門日本生命に入社、1年目から正捕手の座をつかみ、打撃も向上し再びドラフト候補に名前が上がってきました。ヤクルトスカウトのコメントでも順位縛りがなかったら大学時代も指名されていた選手と評価されており、この秋の指名が待たれる一人です。最近は大卒社会人キャッチャーの指名は少なく、過去の比較では2017年の巨人の2位3位指名岸田選手と大城選手の指名になります。社会人の打撃成績は2人ともかなり悪いですが、岸田選手は強肩含めての保守能力を、大城選手は大学時代を含めた打撃を評価された模様。最近のプロスカウトの大卒社会人評価を加味すると石井選手の指名は確実とは言い難く、決め打ち的な形で指名する球団が現れるかもしれないという感じでしょうか。日本生命から何位なら指名できるのかと考え調べたところ、2010年以降はオリックスの8位で小田選手が指名されており、本人次第では買い指名もあり得る感じですね。ここからも念願のプロ入りを目指す選手たちを紹介していきましょう。まずは NTT 東日本の野口選手です。名城大4年時にはドラフト上位指名確実という声が大半だった選手ですが、まさかの指名漏れ。しかしプロへの道をまた自らこじ開け、社会人野球の名門の4番を務めています。大学時代から課題と言われていた守備も上田雄介コーチに出会い急激に改善している模様。大学時代から評価が高かったバッティングもさらに向上中。谷繁さんに憧れてキャッチャーマスクをかぶった野口選手に吉報は届くのでしょうか。続く西濃運輸城野選手も昨年ドラフト指名漏れを経験した強打のキャッチャー。報道でもあったようにまだまだプロは諦めていない様子。自慢の打撃、そしてもともと評価の高かった守備力も兼ね備えています。続く町田選手は独立リーグ埼玉ヒートベアーズの4番を務めるスラッガー。 OPS995 と結果を残しており、かつまだ21歳と若いので念願のプロ入りが期待される一人です。他にも元神奈川大の JFE 西日本土井選手や、日本通運から茨城アストロプラネッツ入りした大友選手らも注目選手ではないでしょうか。最後まとめです。左の表は中日の捕手陣のバランス表、真ん中の表はセリーグ6球団のキャッチャーの成績です。左から盗塁阻止率、出塁率、打点です。水色はワーストの成績を表しています。やはり目を引くのは中日の盗塁阻止率の低さではないでしょうか。その率は 10% と群を抜いて低いです。39回盗塁をされ、なんと35回成功されています。逆にトップは巨人の 47%。 盗塁をされたのもたった23回で、盗塁阻止率の高さが抑止力になっていることがわかります。それにしても中日の盗塁阻止率の低さは、やはり木下選手は昨年の怪我が原因なのか、一気に盗塁阻止率が落ちたのが大きな要因であることは間違いないですね。続いて打撃に移っていきましょう。こちらも中日は低調です。また捕手陣に故障が続出している阪神もかなり低調。この2チームが飛び抜けて捕手陣の打撃成績が低いです。本来石橋選手が正捕手の座を脅かす存在になっていてほしかったのですが、やはり体調面での問題なのか継続して試合に出続けることができず、報道なく謎の試合出場機会なしが続くことがあります。ただ個人的にも期待している選手であり、リードやバッティングも積極的で将来の正捕手候補筆頭であることは間違いありません。ただ現代のキャッチャーは併用されることがトレンドとなっており、中日にも石橋世代にもう一人正捕手候補が欲しいところ。となると今年捕手を獲得するなら石橋選手と近い世代の大学社会人がターゲットとなるでしょうか。となると中日ともゆかりのある名門日本生命の正捕手で強肩と打撃を合わせ持つ石井裕太選手一択となるでしょうか。今後 NPB でもピッチクロックやデータ徴用が進むことが考えられ、そうなると昔ほど捕手にかかる守備負担は減ってくると予想されます。となると捕手に求められる打撃、そして盗塁阻止率はかなり高くなるのではないでしょうか。というわけで今回は2024年キャッチャードラフト候補特集でした。中日ファンの方はもちろん、他球団ファンの方も自分ならこの捕手一択をコメントくださいませ。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。またね。